はい久保さんこんにちは気になる男第232話ですかね第232話いこうかと思いますよろしくお願いしますまあ、前回は情報の扱い方ですね情報の扱い方他人の性格までも変えられるんだよっていうお話していただいたんですけれども、まあ、これで自分が少し考えたのは、まあ、性格 まあそもそも何なんだろうなーってところがあってやっぱりまあ幼少期、まあ、この先なんですけどねやっぱ幼少期は親の影響を受け学生は友達の影響を受け社会人は同僚の影響を受けるみたいな感じでちょっと考えてたんですけどこれを やっぱり考えてると、まあ、人ってそもそも人からしか影響を受けて生きてないんじゃないかなみたいなまあいうところをすごく考えたんですよねうん本当になんか誰かからの影響を受けてそれでなんか生きてきたのかなってそもそもねじゃあ自分の性格って何なんだろうっていうところももう一度こう考えるきっかけになったり今するところもあって。 ももそろそろ自分の性格って何ぞやみたいないうところに、まあ、を感じたりもするんですけれども。さあ次ですね。ここか。だからこの、誰かかしら誰かしら誰かしらか。えー、誰かしら何かしらの <laughs>、なんかちょっとおかしい。誰かしら何かしらのね、影響を受けてやっぱり生き延びていってるんじゃないかなと思うんですね。まあそれがいい方向に、こういい、 今何がいいかっていうのはまあ置いとき置いといてまあいい影響を受けたんならそれがね本当に幸せな人生を過ごすことになるしもしね前の環境の人が悪い,い,い悪い,い,い悪いってなんだろうなあんまりよろしくない環境に置かれるとやっぱどうしてもそこを から抜け出すのは難ひしいてし、まあ、はその生活スタイルがずっと大人までに続いていてなかなか自分でこう立ち切るのが難しいかったり、まあ、そういうことになるのかなと思ったりして本当にここって全てが環境だなっていうところもあるしまあ全てがってわけじゃないですけどそこから自分がどうその環境から変化して生きれるのかこれが人生の課題かなとは思ったりもするし本当にそこって 難しいなと思ったりもしますね、うん、そこからどうどう本当に自分がその環境に、まあ、屈せずにというわけじゃないですけどその環境から自分が学び取り前に進めるか、まあ、学びって言えば聞こえはいいですけどそこにこう自分で考えてどうしたら自分の人生は前に 進むだろうかっていうのをこう考えて、まあ、流されながらもこうなんとかかんとか自分で前を向いてもがいていくっていうところがやっぱり人生なのかなとふと思ったりもしてでここですねとリアルの社会、まあ、リアルの社会をまあ15年ぐらい生きているともう大体こう自分がこういう選択をすれば まあこういう結果が起きるだろうなっていうのは、まあ、未来顛末じゃないですけど未来予測みたいなある程度やっぱりま予想がつくんじゃないかなと思ったりして、まあ、これがうんっていうのはすごく感じるんですよね。やっぱ初めはやっぱり分かんないことがいっぱいあったあると思うんで、まあ、いろんな道いろんなことを挑戦してやっていくと思うんですけどそれをこう散々やったって散々やるかどうかはまあさておき。 まあでも色々挑戦してみてあ大体こうなのかこうなのかっていうのをいろいろ学んでいくことによっていろいろやっぱり変わっていくのかなとそしてそして気づいていく自分の、ま、器というかああこうなるんだなっていうのを知っていって、まあ、どん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 こうチャレンジが小さくなっていったりも増したりするんですけどだからもうイメージができると思うんですねある程度。 ね、30後半とか40なのかなまあ若い人はね20代で分かる人は分かるのかもしれないんですけどまあ自分はだいたい今40になってあなんとなくこうなったこうなんだろうなっていうのが分かるところにはなるんですけどただ一つやっぱ分かんないことがあってここなんですよねと、まあ、ならばというところなんですけどならばそのネットで稼ぐネットで稼ぐ、まあ、ネットの世界で生きるっていう言い方がいいのかなちょっと表現はまさておきなんですけど、まあ、この世界でね まあうまくいかないなりにも踏ん張り続けていたらどうなんだろうかっていう問いに対しては持ってないんですよね今の自分の中ではそういうところに関していくとやっぱりここっていうのはどう捉えるかっていうところになるのかなと思っててでいろいろまあ自分でこう考えていくと、まあ、当然初めはうまくいかないと。 うん、まあやったことないんだからと。でそもそもうまくいくはずがないと。まあそもそもうまくいかずにこれはやったことないからですね。でさらにお手本の人を探すのも本当に難しいし。で一回うまくいったからといってそれがそのままやり方が続くとも限らない。だからまた新しいことをこうやっていかなきゃいけないっていうところをこうやっていくと本当にこのやっぱりネットで身を立てていくのってのは大変だしどん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 進化していかなきゃいけない。 それはそれは大変な世界ですけど、まあ、だけど、やっぱそれをこう、こう感じれるのもその世界にいるからっていうところかなと思っていて、当然分かんないことだらけですよね。まあ、みんなと右に習いで同じことを、会社にいれば右に習いでやってればお金もらえるところが全然変わる世界なので、で不安がやっぱり襲ってくると、多分一気に総崩れするんじゃないかなと思ってて、このネットの世界。 まあそもそもこの未来のことなんてどうやったって3人説明できないってい誰も知らないみたいなね誰も知らないただ一つもう一つうここから先が少しまた考えたことなんですけどでもそのネットで稼ぐことに本気で向き合うことができたら人生はそのきっと 自分でも想像できない未来に自分を運んでくれるんじゃないかなっていうそのことだけはなんか間違いないかなと思って、まあ、想像できない世界ですよね今朝久保さんの後を受けねライブさせていただいてますけどあこんなんね、ねこんなことが起きるとは思ってなかったですからねまあそれは知らなかったってところもあったんですけどよくよく今考えてみたら確かに久保さんのライブの後やったら人はみんな来てるなとは思ったんですけどそういうのも知らなかったわけですからねそもそも うんだからまあライブなんて一、まあ、回自分もやりましたけど夜、まあ、なかなか人がやっぱり来ないですからね普通にうんそう考えてみるとまあ今は本当にありがたいというか、まあ、びっくりですよねはっきり言ってうん来ていただいてるのがねかこういうのは本当に、まあ、想像しなかったことですね想像全くできなかったとか想像すらしてない世界だったのでかこれ分かんないですよね正直、まあ、他の人に もしかしたらねそのネットで生活してる猛者は見えてたら猛者っていうかねその人はなんとなく見えたかもしれないそれもやっぱり分かんないっていうところもあるのでやっぱこう自分が体験して初めて気づくというかそうなんだみたいなあこういうもんなんだなっていうのはやっぱりこう体験経験して初めて気づく、まあ、その前に持つ体験経験する前にま学んでいくっていうところも必要なのかもしれない知れないんですけどね、まあ、そうやってこうやっぱりこう未知な世界に運ん 自分を運んでくれるっていうのはこのネットの世界なんじゃないかなと思うんですけど、リアルの世界だとある程度こう、誰かに聞けば答えはなんとなく出てくるかなと、まあいろいろ調べてみると、でもやっぱネットことネットの世界っていうのはなかなかわかんない気がするなと思ったりもしましたね。そしてえもう一つ久保さんから頂い,いたこのね、まだまだ情報発信者が足りませんっていうね、えー、遅く動画あったんですけど、まあこうですね、この YouTube 活動、まあ、YouTube 活動ですね、でこれがそのやっぱり困った人に届くなら、 やっぱそれはやった意味が生まれるかなと思っても、まあ、なんか趣味で適当にっていう表現は悪いですけどまあ趣味でこう自分の思いをただ表現したいっていうところをやるんならまあ、まあ、それはまあうんなんですけどそうじゃなくてこう何かネットで稼ぎたいって思ってる人に対して今回で言うとね顔出しなしちょっとね今回は顔出しなしの形を変えた顔出しなしにしてみたんですけどそうやってなんかこう 変わっていくことによってなんかこううんあすごくうんいや,やっぱやった意味があると思いますねそうなると今塾生さんねこうやって毎日結果報告いただいてお返事とかさせていただいてるんですけど少なからず確実に変わってますね変わってることだけは確信はしてるのでだからまあやったらそれは変わりますよね絶対に。 うん、ただそれがその程度の差はあると思うんですよね結果こんだけ稼げてけたとかこんだけ稼げてないとかね軸に入ってで自分軸に入ってそれから新しく自分で会員さんを抱えて教えるようになれたとかそれが一番、まあ、そこまでいける人は素晴らしいと思いますしそうでなくてもねちょっとでもお金稼げることになったそれもまたいいことですし。 そうでなくても毎日ね、こう会社終わった後、毎日放送して視聴者さんに、視聴者さんとのやり取りがこう、まあ、コミュニケーションが取れるようになったっていうのも一つの,この変化かもしれないし、っていうのは本当これ、やったことによっていろんな変化自分を巻き、自分が発信して自分を巻き込みながら新しいことをする。まあ、自分発信でこう 周りが動いていく環境を自分で作れるっていうのは本当にそういうことなんじゃないかなと思ったりもするんですけどね。でそう思えばやっぱりやった意味が生まれるような気はしますね。はい、ということで、えー、気になる男、これが最後のスライドかな。そうですね、最後のスライドですね。はい、ということで、気になる男第232はこんな感じで終わっていこうかと思います。ありがとうございました。えー、次回も久保さんよろしくお願いします。232は気になる男、 たししでそれではまたバイバイ。バイバイ。<laughs>